こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。前回こちらのねインスタ360 AS Pro を購入して開封動画を撮りました。まあ、その中でちょっとね GoPro と熱耐性の比較ぐらいはしたんですけど、ほとんどね撮影をしなかったので、今回ですねこのインスタ360 AS Pro を結構山奥のいい感じの公園まで持って行っていろいろと撮影して画角とか画質を確認してきました。あと一応写真もね撮ってきたし、スローモーション撮影なんかも試してみたので、これからねこのインスタ360 AS Pro の購入を検討している方はぜひね参考にしてみてください。はい、じゃあまずはね写真画質のサンプルからいってみたいと思います。はい、次は歩きながらの動画撮影のサンプル行ってみたいと思います。はい、1080p60fps 手ブレ補正標準。はい、2.7K60fps 手ブレ補正標準。はい、4K60fps 手ブレ補正標準。はい、8K24fps 手ブレ補正標準。はい、4K60fps 手ブレ補正なし。はい、4K60fps 手ブレ補正低。
はい、4K60fps 手ブレ補正標準。はい、4K60fps 手ブレ補正高。はい、じゃあ次はモード別の画角と水平ロックの効き具合を見てみたいと思います。はい、フルフレーム動画45度水平ロック。はい、回転します。はい、フルフレーム動画画角&水平ロックテスト。はい、回転します。はい、次はスローモーション撮影をモード別にやってみたので、そちらの方を見てみたいと思います。次はこのインスタ360 S Pro を車載してですね、車載動画を撮ってみたので見てみたいと思います。インスタ360 S Pro を車載してドライブ動画をちょっと撮ってみたいと思います。これ今ね、山奥の気持ちのいい道走ってるんですけど、
画質は 4K60 フレームで、水平ロックをオンにしているので若干画角は狭くなっているかと思いますけど、どうでしょうね、ブレたりしてないでしょうか。今トンネルの中なんですけど、これでちょっとね、夜間撮影の強さも分かりますかね。はい、もう一回トンネル入りましたけど、どうでしょう。結構ここはね、トンネルが続くところなので暗所撮影の性能がこれで分かるんじゃないでしょうか。あ、今ちょうど逆光になりましたね。逆光での写りはどうでしょう。白潰れしてないでしょうか。 GoPro とかだとね、結構白飛びしちゃうんですよね、逆光だとね。あ、これもう今完全に逆光ですね。ちょうどいいシチュエーションで撮影できましたね。はい、ちょっと帰り道ね、もう夜になっちゃったんで、ついでに夜間撮影しようかなと思います。まあ車載にはなってしまうんですけど、今ね 4K60fps の手ブレ補正は標準で撮っています。夜間の低照度撮影で、ね、どんな感じで映りますでしょうか。まあ自動車のヘッドライトはあるので、まあ多少の明るさはありますけども、割とね暗めの道じゃないかなと思います。今追い抜いていったトラックなんかも結構はっきり映ってますね。あと結構車上下に揺れてますけど、手ブレ補正と水平ロックの効果で画像は割と安定してるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。最後はこちらのね、インスタ360のアプリの中に編集機能がかなり充実しているので、もう完全にアプリにお任せでサンプル動画を作ってみたので、それを見てみたいと思います。はい、こんな感じのね、動画が簡単にアプリの中でできちゃうんですよ。なかなかすごいですよね。はい、というわけで今回はインスタ 360S Pro でこういろんな撮影をしてみて、画角とか画質なんかをね、こう一通り確認してみましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、1日で全部撮影してきたんで、あんまりいろんなシチュエーションでは撮れなかったと思うんですけど、どのシーンでもね、かなり画質は綺麗に撮れてるなと思いました。特に車載動画でね、帰り夜になっちゃったんで夜間撮影したんですけど、全然ね、暗所でも周りの背景も含めてくっきりはっきりと映ってたんで、かなりびっくりしました。
この辺はね GoPro よりもかなり優れてるんじゃないかなと思いました。はい、というわけでね、今回いろいろ撮ってみて私の感想はですね、このカメラね、かなりオールマイティにどんな場面でもかなりねいい絵を撮ってくれるカメラじゃないかなと思いました。まあ、厳密な画質で言えば GoPro の方が上なのかもしれないですけど、こちらも一応ね解像度 8K まで対応してるし、その解像度を活かして動画撮影しながらワンタッチでね2倍ズームができる機能なんかもすごい使い勝手がいいなと思いました。あんまりねいろんなカメラをゴテゴテと何台も持ち歩きたくない私みたいな人はですね、これ1台で結構ね何でもこなしてしまうので、これはね非常に重宝するカメラですね。いや改めてね本当買ってよかったなと思いました。はい、この動画がいいと思いましたらグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。